ここはパタヤビーチロードです。中央通りとの T 字路になります。鳥居そして桜をバックに多くの人が写真撮影を楽しんでいます。明けましておめでとうございます。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。2022年の年末に手橋とナイトマーケットに来たら大混雑でした。年越しそば代わりにカレースパゲティを食べようと思ったのですが、カレーはありませんでした。カレースパゲティはないし、テーブルもなし。仕方なく椅子をテーブル代わりに食べることにしました。クラムチャウダーのような美味しさでしたが、ちょっと量が少なかったです。2022年の2月頃にタイのパタヤでよく行く食堂7選との動画をアップロードしました。紹介した7つの食堂は少し値上げされているものの、嬉しいことにすべて生き残っています。ただし口ひげおじさんのステーキ屋がスクンビット通り沿いへと移転になりました。今回スパゲティだけでは足りなかったので、口ひげおじさんのステーキ屋に行くことにしました。移転先はパタヤ中央通り近くのスクンビット通り沿いです。移転先の Google 地図は概要欄にあります。サラダは35バーツ140円です。5バーツ値上げされましたが、コンビニのサラダより安いです。チキンステーキは45バーツ180円です。チキンステーキも5バーツ20円値上げされました。ここまで食べたところで、先ほどのスパゲティが腸に移動したようで満腹感を感じ始めました。結局パンは残してしまいました。パタヤには暴飲暴食の欧米人がいて、自分もコーラや酒飲んで大食いしても問題ないと錯覚しますが、欧米人は体質的に血糖値が上がりにくいそうです。メニューを載せておきますが、短期旅行中の人はわざわざここまで来る価値はないと思います。パタヤへ引っ越し予定の人であれば、タイ人に人気のこういったステーキ屋にも来てみる価値はあると思います。これからビーチロードをバリハイ桟橋に向けて歩きます。セントラルショッピングモールパタヤビーチから午後10時過ぎにビーチロードへと出ました。新年の花火を待っているのか、ビーチにはすでに多くの人がいます。タイのロイクラトン灯籠流し祭りにあげるはずのコムロイがなぜかいくつか空に上がってます。このジープをたまに見かけます。ビーチロードは大渋滞で、
全く車が動かないようです。散発的にこういう小さな打ち上げ花火が上がります。やっとウォーキングストリート入り口です。コロナ前の大晦日の夜と比べると8割の人出だと思います。ウォーキングストリート入ってすぐ右側に坂になってる変な新しい店がオープンしたようです。この巨大なビアバー街も大盛況です。通りの混雑状況は動きが止まってしまうほどではありません。バリハイ桟橋の入り口に着きました。ここにはコンサート会場があり、多数の屋台も出ていて人出が多いです。こちらがコンサート会場です。今夜歩いてきた中で一番混んでいると思います。インド国旗が掲げられたディスコも大盛況のようです。いつもならひっそりとしているウォーキングストリートからセカンドロードへとつながるこの通りも大渋滞です。セカンドロードパタヤアベニューのビアフェストにこんなにお客さんが入っているのは初めて見ました。ツリータウンの様子です。パタヤサードロードです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。